タートしました。ちょっと一頭つまずいた馬がいました。しかしそれほど大きな差はありません。先行争いに入っていきます。さあ各馬が広がっていますが、まずコアレスハンター、内から待機シリウス、そして東洋デヘア広がっています。外メグミーナー、アドマイアドンも先行集団です。各馬が広がりました。これから2コーナー向こう上面の直線コースに入っていきます。コアレスハンター、そして外はメグミーナー、2頭が行きました。アドマイアドンは3番手から進みます。あとは内から待機シリウス、あるいは東洋デヘアです。あとは中団グループになりますが、イーグルカフェ、ゴールドレッグ、そしてスターキングバン、残り 1000m 通過しました。あとはベルモントアクター固まっていますが、トニージェントも接近しています。あとは外を突いてブラウンシャトレー、内からはシャドースケープ、アグネスデジタル、後方から2投目、わずかに最後方は SS レディーです。3コーナーのカーブに入ります。各馬が10馬身ぐらいに固まりました。3コーナーは回っていきます。コアレスハンターが半馬身ほどのリード、メグミウィナー2番手です。並んでいきました。3コーナー回っていきます。残り600を通過、アドマイアドン3番手、外目から2番手に進出していきました。内は東洋デヘアです。あとはイーグルカフェ、外ゴールドレッグ、その後ろにスターキングマン、トニージェント、そしてブラウンシャトレー。第4コーナーのカーブに入りました。400を通過、アグネスデジタルは内を狙っています。第4コーナーから直線に向きました。さあ今度はアドマイアドンか、アドマイアドン、打ち食い下がるコアレスハンター、200を通過、イーグルカフェが3番手から差を詰めてきた。今4番手からスターキングバン差を詰めてきた。さあアドマイアドン抜けた、残り100を通過して、リードは2馬身から3馬身、アドマイアドン強い、アドマイアドンゴール、アドマイアドンです。2番手入線、8番コアレスハンター、その後に6番スターキングバン、3番手の入線、13番のアドマイアドン、